ちゃん、まちまるがある。はい、じゃあ今日はね、まあレーベルのね、長い歴史もありますが、今日はね、ナチュラルガールについてね、はい、今までの作品をちょっとね、振り返るってことで、ね、やってみたいと思いますね。はい、記念すべき第1弾となったのは、はい、かおりさんの写真集、タイトルはナチュラルですね。かおりさんはね、最初来た、面談で来た時驚いたもんね。まあ、あんまりでも集めて、うん、いや、もうここまで来たかって、うん、そうだよね、衝撃ですね、ね、いや最初からついてるなと思ったもんね、はい、うん、まだね、ほら全然ね、誰もいないね、始めたばっかりの企画だったけど、いきなり香織さんが来ちゃったから、いや、うちのついてんなってね、思ったもんだけどね、茨城捨てたもんじゃないな、捨てたもんじゃないな、最初からもうね、そうやって眠ってる存在はね、はい、結構いるもんなんだよね、はい、でも未だにね、活躍してる子はね、ね、これきっかけで始めてくれたからね、いいことですね、これはね。あの撮影が、なんだっけ、坂東市の、茨城自然博物館、うん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 、ね、うん、あそこ行ったんだよね、うん、あそこ行って、なんか外のね、風景写真とか撮ったりして、で、その後移動してさ、筑波山とか行ってね、はいはい、筑波山のふもとの何だっけ、はいはい、なんかホタルが、あ、そう、ホタルの生息してるとか、そういるなんか場所があるって言ってね、そこに行って、うんうん、その辺で水着とかも着てたりね、そうそう、で、あの田んぼのね、あ、そうだ、あと田んぼのマンとか、ところとかね、そう、あ、そこもともとあれナチュラルガールの時、あの最初に浮かんだのがこう田んぼの真ん中で水着になってるっていうイメージがね、俺の中であってっていうのも、茨城ナチュラルっていうのが入ってるから、まあ自然で、そう、茨城のその自然の綺麗なところで、うん、女の子がこう水着になってるようなイメージがあったのよ、俺の中で、うん、そう、だから茨城は全部制覇しようっていうのが最初のなんか、そうだね、イメージ目標っていうか、全市町村の、ね、そうそうそう、全部制覇しようっていう目、うん、そういう大きな目標はあったんだけどね、結局、まあ今でこそ魅力度云々言われてるけど、うん、まあ、茨城もまだまだいっぱいあるよっていうことと、そうそうそう、こんなあの茨城の各地にたくさんね、可愛い子たちがいっぱいいるんだっていうのを同時にやりたかったのがスタート、そうだね、なので田んぼだったんだろうね、そう最初ほら茨城市はこう田んぼが広まってるイメージがやっぱあるんで、そう、そこでこう水着になってるっていう、なんかこうがこうなんか、うん、まあ、斬新というかね、そういいかなと思って、うん、で実際それを実践してね、うん、そうそうそう、うん、まあまあよくできたと思いますけどね、うん、だからなんて言うんだろう、もうモデルさんっていうんじゃなくてね、うん、普通の子でいい、普通の子をこんなね可愛い子が普通の子でいるんだなっていうところ、ね、最初はだからモデルが来ることは想定してなかったもんね、うんうん、そうそう、もう全部あの素人の女の子が募集してくるものと思って想定してやったからね、うん、ね、あの 撮られる側にとっても、まあ、そういったところをきっかけに何かねステップアップしたいとかね、そうだね、そういうのもあったかもしれない、うん、そう、うちらを踏み台にしてこう、うん、もうちょっとこうモデル活動頑張ってとかね、うん、そういう意味合いもあってね、うん、うん、そういろんなそういうのが工作してできたのが、まあ、ナチュラルガールなんですね。カメラマンはあれね、水谷さんって東京の人覚えてる、水谷さん、はい、ね、あ、でも水戸、もともと水戸出身だよね、の人だったんだけど、まあ、はいはい、東京に住んでるって言って、はい、で、なんか俺がミクシーかなんかでその人の写真見て、なんかすごい綺麗な写真撮る人でね、で、お誘いして、で、わざわざ東京から来てもらって、うん、で、最初の頃はね、その人にずっと撮ってもらったんだよね、水谷さんね、元気にしてんのかなカメラマンさんもいろいろ、いろんな方、うん、ね、うん、ね、そうだね、こういろんな人が撮るといろんな色が出ると思ってね、うん、うん、いろんな人にお願いしようと最初思ったわね、うん、はい、で第2作がよしみさん、うん、よしみさん、はい、タイトル To the Shore、 ここいけてないのよ、うん、あ、ね、なんかあれ、北の方だった日立、これね、そう、日立で撮ったの、日立だね、そう、うん、日立で撮った、うん、この人もあの全然モデルとかやったことない人で、うん、うん、これでまあやりたいって言って、うん、結構なんか、なんかすごい真剣に悩んでさ、なんか親に相談したりとかして、これでね、なんかそれで参加してくれたのね、うん、で、あのカメラマンのさ、
あの波屋さんっていう、もうすごいこう綺麗な写真を撮る、やっぱ女のカメラマンで、ね、女性だったんじゃない、そう、女性のカメラマンなんで、それもやっぱりミクシーとかで俺見てて、なんか綺麗な写真撮る人なんで、俺の方からお誘いして、で OK もらって、でこう3人でね、あの一回勝田で集まって面談とかやったりしてね、うん、それでやろうって話になって、うん、なんかすごいこだわりを持ってるカメラマンなんで、こうなんかね、最初に全部絵コンテを書いて撮影する、その写真を絵コンテ書いて、そのための必要な小道具とかを持ってきて、そう、そのコンテ通りに撮ってくる、うん、芸術家タイプの、そう、行き当たりばったりじゃないかね、行き当たりばったりじゃないうちらみたいな行き当たりばったりじゃなくて、もう計画的にこう撮ってくる人で、うん、素晴らしい、そうだ、その人がこういろいろこうここで撮りたい、あれあそこで撮りたいっていうとこをこう回ってた、うんうん、確か、うん、俺もその頃出しゃばっていっぱい撮ったね、あの横でクリクリクリ写真にね、下手なくせに出しゃばっていっぱい撮ったんだけど、そしたらこうあの撮影終わった後に、あの星野さんが邪魔で、あのあんなんじゃもう私もうやりたくありませんってくれるもう俺も夢中になって撮ったからさ、あ、特になんか水着とかになっちゃって夢中になってたの、こう撮ってたら、うん、まあ後々、まあ、終わってから連絡来て、あのまた次もやってもいいんですけど、あの星野さんが邪魔なのでそこを直してもらわないとって言っちゃって、すごい真剣なんでね、そう、なんていうかな、ね、そこでプランが崩れちゃった、そうそう、俺が邪魔しちゃった、プランの、そう、ね、もうその頃はね、本当にまだ若い時だった、俺もさ、まだ 30代だと思うね、40になったぐらいのは、もう血気盛んの方だとはさ、思わずこう出しゃばっていろいろ撮ったのね、下手くそのくせに、ね、今はそんなことやんないけどさ、でも、まあプロが撮るっていうのもあるけど、やっぱこういうね、素人が撮るから面白いっていうのもあるからね、うんうんうん、なのでそこをミックスしてやってたんで、カメラマンさんにはちょっとこっちも何枚か撮らせてもらってるんで、すいません、邪魔乗っちゃったらすいませんみたいなことはね、うん、言わせてもらってるところはあるんですよ、うん、まあこの件があってからよくそれを言うよ、ね、そうそうそう、多分その件があってからだと思うけど、うんうん、うちらもちょっとね、撮っちゃうんで邪魔するかもしれない、うん、すいませんっていうようなことは言うような、うん、これを教訓にしてね、はい、はい、でその次がゆきのさんね、ああ、ゆきのさ さん、これはタミちゃんなんか言いたいことある？めいっこなんですよめいっこなんですよ、あ、そうなんですか、実は、はい、あら、はい、もともとさ、はい、思い出したんだけど、はい、なんか違う人の予定が入ったんだよね、なんだ、多分ね、あれだよ、あの人、はい、みちるさん、あ、みちるさんっていう人がいて、もともとみちるさんの撮影予定だった日なんだよ、これ、でもそのみちるさんっていう人がダメになっちゃったんで、あのキャンセルになっちゃったんで、そして代わりいないかって探したら、なぜかタミちゃんがあの自分のメイクを連れてきたっていうお前水着になるって言って、そう、大丈夫だったんですか、はい、優しい、大丈夫、はい、ノリノリでいい子ですね、あ、その子見ました、可愛い、うん、可愛いよね、はい、うん、元気にしてんの、あ、元気ですよ、うん、いつだったか、うん、先見てないけど、うん、じゃあ次会ったらまた右になれって言っといて、言っときます、うん、はい、第2弾あるぞって言っといて、第2弾ね、うん、ちょっと大人になったろって見比べてね、いくらですか今、いくら今ね、いくらぐらいか、1万円で買うのかお前買うのか1万円でいいですいや、もう結構だから、もう30万円ぐらいじゃないですか、私ぐらいですか、じゃないですか、ゆかさんもそんな年なんだっけ、私今年29、あれ、ごめんね、間違ってたら29、え、そんなんなんの、今年29になる、まだ24ぐらいかと思ってた、あの、顔が変わんないのあー、そうなんだ、私もいい年だ、いい年のエリーだ、下妻行ったの、そういえば下妻物語って映画あったじゃん、うん、あの、深田恭子がやった、ね、それのロケ地を回ったの、そういえばね、そう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 、そうそうそう、あの、思い出とかもそうだし、ね、駅ってそうだ、思い出して駅、あ、下妻駅にじゃない、下妻駅の、下妻駅だね、違う、隣の駅のなんかひまわりが綺麗だって言って、そうだ、下妻駅で、あの、そこの駅で撮っていいですかって許可をもらってきて、そうそうそう、下妻駅の駅員さんは
あの OK 出して無人駅なんでどうぞどうぞってみんな撮り、ね、ここやっぱりロケ地だから撮ってる人多いですよっつって、うん、そうどうぞどうぞって言ってでその駅に行ってみたら、うん、そこに謎の集団がいたの怖い駅を占拠してる、うん、なんか鉄道愛好家の軍団がそこに座って、うん、あの撮影していいって言われてきたんですけどって言ったらダメダメダメって言われちゃってここでダメで勝手に撮影しちゃう怒られて駅員でも何でもない人、うん、貫鉄の関係者でもないんだよ そう、それで、あのいやさっきあの、ね、下妻駅で OK もらってきたんですって、うん、あいつら何も分かんないんだよいやいやいやあいつらあったね、うん、あいつら分かんないって言ってるからなダメダメとか言っちゃって OK、うん、もらったんだけどその誰だか知らない部外者にダメ出しくなって取れなかったそのなんだ、下妻駅の隣の隣の駅のホームで撮ってる撮影のシーンがあったのね、うん、そのホームで撮りたかったんですよ、うん、そこで水着かなんかそうやってね行ったんだよねそしたらそこはなんかその人たちがダメって、うん、そう選挙してたいや5、6人ぐらいの ね軍団がね、うん、ダメダメあいつら分かってねえからおめでろおめでろじゃねえか